誰かさん、すみさん、適職や転職ってどうしたら見つかるんでしょうか。事務をしてますが、マルチタスクが苦手で向いていないと感じています。今転職ですか。わかんないです。やってて楽しいなとは思いますけど、転職ってでも自分で決めるものなのかな。いやもうこの仕事はできないだろうなみたいなのもありますし、当然今仕事しててできてないなって思う時もあるので、なんか転職だろうなとも思ってないです。成田先生はどうですか。なんか転職とか適職とかって、人によって見つけ方が全然違うんだと思うんですよ、で自分はどっちかっていうと、やりたいこととか、これが転職みたいなポジティブな方向じゃなくて、こういうことはやりたくないとか、これだけは辛いみたいな、ネガティブ要因があって、それを切り落としていって自分のなんか仕事にたどり着いてるみたいな感じなんですよ。なのでなんか今自分がやってるような仕事は特になんかプライドとか誇りとかアイデンティティとか全然なくて、どっちかっていうと単純に朝起きられないとか、チームで仕事するとか無理みたいなので今に至ってるんですよね。でそういう見つけ方が一つなのかなと思うんですよ。でもう一個はなんか自分はこれをやりたいとか、これが超得意だみたいなので見つけるっていう方法なのかなと思ってて、ポジティブな方向から見つける人とネガティブを切っていくことで見つける人っていうのは結構性格で分かれるのかな。私も割とネガティブを切っていくタイプですね。何が嫌いなんですか。同じことをずっとやり続ける作業が苦手です。だから毎日違う仕事をしたいっていうので、アナウンサーとかって毎日違うじゃないですか。同じ人にインタビューすることも同じ会話をすることもなかなかないので、だから違う日々を送るために。でも経理とかは絶対無理みたいな。経理はちょっと私ミス出まくりそうな感じしますね。いやだからテレビってそれもすごい不思議ですよね、こんなにいろんな人が出入りしてる業界ってあんまりないんじゃないですか。しかもなんかちょっとだけ自分が関わってみて不思議だなと思うのは、素人がガンガン入ってくるじゃないですか。はい、最近多いですね。で不思議だなと思うのは、なんかスポーツで、今日はちょっと全く別業界の弁護士の方がプレイされますとかないじゃないですか。で別に研究者の世界も、ちょっと今週はテレビマンの方が論文を書きたいそうなんで書くことになりましたとか絶対ないんですよ。絶対ないですね。だからなんかテレビ業界って全くその業界のいろはを知らないシェフとか自分みたいのとか、なんかスポーツ選手とか出てきて、でなんか芸をやって去っていくじゃないですか。でひたすらそういろんな人が出てきては去っていくみたいな、すごい新陳代謝のいい業界だな。そうですね。だからいろんな人と会うって意味ではこんなに飽きない業界なさそうですよね。そういう意味では、自分に適した職業なのかなと思いますけど、でも事務をしててマルチタスクが苦手で向いてないっていうふうにおっしゃってますけど、どうしたらいいと思いますか。やめたらいいんじゃない。そのこと言っていけない。マルチタスクが苦手でもいいですね。確かに。いやだからそれも、だから苦手でもいけないっていうことは、なんかこの人ネガティブ側の人なのかなっていう気がして、僕とかシングルタスクがダメなんですよ。ずっと同じことやってるとすぐ寝ちゃうんですよね。だからマルチタスクじゃないとダメみたいな感じがあって、ジムってそうですよね。いろいろやらないといけない。だとしたら今から専門職っぽいものを目指せばいいんじゃないですかね。経理の人とかは結構シングルタスクで他のことで邪魔されるとかあんまりないような印象があるんですけど。確かに。そうですね。